はい、皆様お疲れ様です。シュチュバンです。今日はですね、コスモスですね関連で、どのような更新があったかということで、お伝えしていこうと思います。ちょっとね見にくくはなってるんですけども、グラビティデックスプロトコルがねまず公開されましたと、それからエメリスですねが、紹介されたということもあって、エメリスについてはローンチがまだということなので、グラビティデックス自体はですね、GitHub を通じた開発者しかですね今ねアクセスできないというような感じなのかなと思います。はい、このエミリスがですね、ローンチされればですね一般の人たちが、アクセスできるようになるということになります。ワンストップポータルですかね。はい、このエミリス一つで、全てのですねアプリケーションに接続できるようなですね、ものが、もうすぐね待っているという形になっております。それからハックアトムに関してもですね受賞者が発表ということでありましたし、はい、インターチェーンファンデーションがとかですねいろいろ載っておりますので、少しですね、情報が多いので流し聞きっていう形で聞いていただけたらと思います。はい、ですねインターチェーンファンデーションですねとブロックスシエンスですかね、堅牢で複雑なシステムエンジニアリングを、コスモスタックにもたらすためのパートナーシップを発表ということがありましたということですね。インターチェーンサステナビリティの使命を達成するためにインターチェーンファウンデーションと IXO は、現在インフォーマルシステムズ、レゲネットワーク、ブロックスシエンスなどとともに R&D アドボカシー戦略的コラボレーションの複数年プログラムを実施と、はい、いうことで載っております。コスモスネットワークはまだほとんど未踏のチェーン間ということで、ジャック・ザンポリンさんと、チャーリー・フェイさんですね、はい、ソーチェーンと、アイリスネットワークの、2つの新しいインターチェーン FM エピソードが公開されていますということですね。新しいコードビル US ワークショップの記録を見て、スターポートで新しいブロックチェーンアプリケーションを起動し、グラビティデックスプロトコルを使用する方法を直接確認してくださいと、はい、いうことです。はい、ハッカソン、コミュニティが IBC と DeFi に関するユースケースを構築及び調査することに焦点を当てており、チームはスターポートやコスム、ワズムなどのコスモス SDK ツールを使用して2万ドルの賞金を争いますと。はい、これね、発表がありました。この2週間で、2つのガバナンス提案が正常に通過しましたと。コスモスハブへのグラビティデックスプロトコル採用に関する提案と、51となっています。ブロックパラメータ値の、変更を許可してブロック容量を拡張することをアトムデリゲーターに要求する提案、50ということですね。コスモスハブはブロック内で処理されるトランザクションの妥当な量を軽減できるようにしますと。提案52、アトム浸透コミュニティプールをアトム流動性インセンティブに割り当てると、は投票期間中ですということね。はい、載っておりますね。はい、あとはですね、コスモスエコシステムニュースということで、コスモスから成り立つですね、コスモスベースのですね、インジェクティブですね、がカナリアチェーンを発売ということで、IBC を有効にしてコスモスハブに接続してくださったスターネームにおめでとうございます。スターネームね、はい、グラビティイーサー、それからコスモスブリッジということで、新しいアップデートがあると、ロンドン後のハードフォーク、イーサリアムチェーンと互換性がありますということで、ね、世界有数の、総合格闘技組織である UFC と、クリプトドットコムはですね、両者のブランディングにおける進化のステップを表す歴史的な、長期パートナーシップと、はい、いうことになっております。電子マネーはですね、ブランド変更と、デジタルトランスフォーメーションを、完了します。それから、先週の BSC の、ブログの最新情報をご覧くださいということですね。はい、メインネットでのシークレット BSC ブリッジの立ち上げ、それからシークレットテラブリッジの発表ということで、はい、ありました。シークレットスワップでの、CSHBK のリリースなどについて、最新のシークレットネットワークエコシステムアップデートを、お読みくださいとあります。
はい、まあ、こんな感じでですね、まあ、いろんな形で進んでますね。はい、まあ、まだまだ、内容あるんですけども、このような感じでですね、まあ、インセンティブプログラムの紹介が公開されたところですね、まあ、センチネルの監視もそうですし、いろんなですね、このエコシステムの、まあ、プロジェクトがですね、かなり活発に動いていますということになってますね。まあ、テラに関しても非常に期待されていて、まあ、テンダーミントのね、まあ、その他ですね、まあ、いろいろ載っておりますね。バンドプロトコル、メインネットは、まあ、ムナカップグレードとかね、まあ、いろんなものが、どん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 動いている状況になってますね。はい。はい。ということでね、本当にですね、情報というか、いろんなね、コスモスの情報一つでも結構ありますし、その他のね、エコシステム内の、まあ、通貨にとっても非常にニュースがね、最近活発化しております。はい、もう本当にこのコスモスという技術がですね、本当に注目されていてですね、まあ、これからなんかなという、これからなんじゃないかなというふうにね、本当に思ってます。はい、まあ、日本の取引所のですね、コスモスについては、アトム、取り扱い開始ということでね、 GMO コインさんがですね、取り扱いを、開始したということで発表の方がありました。はい、まあ、ドットもそうなんですけど、非常に興味深い、銘柄を、まあ、GMO さんをね、取り扱っているという形になってます。はい、それからですね、まあ、テンダーミントの CEO については、まあ、他のね、 YouTube にね、出演されていた時のコメントをね、ちょっとね、見てましたら強気だなと思いますし、まあ、本当にですね、技術がしっかりしてますので、はい、まあ、それでいいのかなと思います。はい、まあ、言っておられたのがですね、はい、まあ、ブリッジに関してはですね、集中型セキュリティソリューションのね、種類が非常に多いことを知っているからですということでね、言われてましたね。本当にコスモスが、まあ、いろんな意味で解決策を提供しますということをはっきり言ってました。まあ、コスモスというね、土地をね、知っていると、特にエンジニアリングチームには、活気よりも安全性の、モデルっていうのがですね、はい、まあ、重視しているとかいうかですね、はい、まあ、そんな感じですね。全てが正しく行われていることを確認しますということでね、まあ、はい、確認すると、まあ、トリプルチェック、まあ、それから、まあ、4回、まあ、3回チェックね、4回チェックということで言われてます。はい、そしてですね、まあ、まあ、エコシステムの何百万のね、チェーンというのがですね、まあ、非常に強力で、まあ、非常に強化されるというような感じになってますね。それからですね、コスモス SDK ブロックチェーンね、これを打ち負かすことができるエコシステムはほとんどないと、いうことも言ってましたし、まあ、それからビットコインとかね、まあ、同時コインね、有名ですけど、マイニングをですね、やってますけども、はい、まあ、これをね、再生可能ですよということで、まあ、提案として挙げられてますね。コスモス SDK で10万分の1のね、エネルギーを、まあ、使ってやってくださいよということでね。はい、いう感じでですね。はい。まあ、最終的に、まあ、一言気になったのがですね、まあ、コスモスはですね、なくてはならないもの、要するに欠かせないものだというふうにはっきり言ってました。まあ、このね、テンダーミントチーム、開発チームがですね、まあ、手塩にかけて作ってきたということで、はい、非常にね、時間がかかってますし、まあ、いろんな意味でですね、工夫がね、されているわけですね。はい、まあ、そういった意味でも、このね、IBC に関してもそうですけど、このブロックチェーンのね、まあ、時代というのはですね、はい、っていうところになります。はい、ということでね、今日はちょっと長らぎという形で、まあ、流させていただいたんですけど、本当に日々ですね、いろんな情報が更新されていますので、まあ、ぜひね、リアルタイムで知りたい方はですね、まあ、僕の、Twitter のフォローをお願いします。そうするとですね、 Twitter の方で、毎日ですね、まあ、気になった情報っていうのもですね、 Twitter で配信しています。はい、まあ、それを見ていただけると、結構、分かって全体像としては分かるんじゃないかなと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。はい、それではですね、まあ、詳しい説明というのはできてませんでしたけどもね、まあ、こういった動きありますよということで、お伝えできたかなと思います。はい、ということで本日は以上となります。ご視聴いただいてありがとうございました。それでは失礼いたします。